深夜の飯テロ。私この番組でよく食べ物の話してるんでね、もしかしたらそういう風にしてしまっているかもしれませんが、今夜もこんなお話からです。山本さやかかける餃子。送ってくれたのはラジオネーム小熊のブーちゃんです。さやかちゃんこんばんは。私は急に餃子を食べたくなって今作っています。明日も仕事で匂いが気になるけど、餃子といったらニラとニンニクたっぷりのものが大好きです。酢と胡椒を混ぜてつけて食べます。最近は匂いを気にしなくていい餃子もありますが物足りないです。さやかちゃんは餃子は好きですか？山本さやかかける餃子でトークお願いします。夜中に作りたくて作ってるってことなのかな。私もなんですけど、こう食べ物に対する時のこうなんて言ったらいいの、情熱ってすごいんですよね。もう何が何でも食べたいみたいな、めちゃくちゃ行動力上がるんですよね。買い出しに行って、普段ならもうめんどくさいからいいやって思うようなね、餃子とかめんどくさいじゃないですか。自分で種作って包まないとダメじゃないですか、何個も。めんどくさいけどね、めっちゃ食べたいってなったら作っちゃうんですよね。気持ちわかる。作っちゃいます。でもいいですね、夜の餃子ね。餃子大好きですね。私はそうね、どんな餃子が好き、あんまりそんな変わった餃子を食べたことはないんだけども、浜松餃子とかやっぱ美味しいなって思うんで、あの野菜多めのね、浜松食べたことあります。宇都宮もあります。餃子ってなんか実はめちゃくちゃ好きですね、私ね。食べたくなるもんね、定期的に。友達とかねとやりますね、餃子パーティー。タコパよりしちゃってるかもしれないですね。餃子手作りします、みんなで包んで。キャベツ派ですね。白菜だとどうなるんですかね。キャベツですね。細かくするのめんどくさいですよね。キャベツのみじん切りが一番嫌いけど、餃子のためにはいつも切ってますね、時間かけて。あ、包めます包めます。むしろ包むの好きですね。後半とかになってくると普通に包むのもやめてくるというか、最初の方はあんまり具が多いと包みきれへんなって思ってちょっと様子見ながらやるんですけど、後半になったら包まないみたいな空いてたりとか、端だけやってたりとか、あのウニウニさせない、普通にパタって入るだけとか雑になってますね。でも全然それでも美味しいんでね、どんな餃子も美味しいですからね。山本さやかかける。餃子のお話から始まった今夜はこんな曲から。デビッドボーイ、1983年のヒットです。チャイナガール。デビッド・ボーイがおもちゃのピアノで作曲したと言われているんですよね。
才能のある人っていうのはね、すごいですね。そういう遊び心もありながら工房筆を選ばずですね。デビッド・ボーイ、チャイナガール、お届けしました。山本さやかかける。オープニングでご紹介した餃子のメールをくれた小熊のブーちゃんさん、もう一つねメールを送ってくれてますのでご紹介したいと思います。山本さやか×感想で投稿お願いします。私は仕事で水仕事をするので、この時期手荒れがひどく毎年困っています。特に今はどこに行ってもアルコール消毒が置いてあるので、シュッてやる瞬間が恐怖でしかありません。毎回かなりしみます。苦しんでいます。さやかちゃんは冬の乾燥対策どうしていますか？ああ、もうそれは辛いですね。お仕事中もそうだしね、お出かけとかしてもやっぱアルコール消毒結構一日にも何回もしますもんね。荒れてると辛いですね、それはね。まあ私も手の乾燥はもうちょっとでも結構許せないんですよね。見た目がどうとかじゃなく、その自分が物を触った時の触り心地とか、紙を持つにしてもやっぱ手カサカサだとめくりにくかったりとかするし、段ボールとか触ったら本当一瞬で手の水分奪われるんでね、段ボールも好きじゃないんですけど、段ボールめっちゃ水分奪われますよ。だから結構ネットで買い物するんでね、段ボールで届くこと多いんですけど、もうなるべく触りたくないですもんね。触ってもハンドクリームとかね塗ればいいんですけど、私はまあハンドクリームは常に持ち歩いてるんですけど、でもハンドクリームもいいけど、あのバセリン、グループ時代に結構メンバー重宝してたんですけど、めっちゃいいです。あの私の母もね、普通に乾燥対策、ひび割れとかの対策として塗ってますけど、これが一番いいわって言ってますね。ねっとりしてて、なんかしっかりこうコーティングしてくれる感じ。私もあのボディクリーム、家でお風呂上がった後に塗るボディクリームは、そのバセリンが出してるボディクリームを使ってますね。あるんですよ。普通のバセリンのこうなんて言うんだろう、材素材とちょっと違う。やっぱりボディクリームにの要素もこう入ってるというか、クリーミーな感じもあるので、しっかり全身に肌なじみする感じはありますね。ワセリンよりはサラッとしてます。塗りやすい、伸びやすいですね。ワセリン傷にもねいいっていうし、やけどにもねすぐ塗った方がいいとかっていうぐらいなんで、これからほんとどんどんね辛いですよね。もう手以外も辛いじゃないですか。喉とか顔とか、顔もすっごいパリパリしますよね。なんか皮膚が突っ張る感じとかね、なるべくあのパックしたりとか、保湿力高いクリーム塗ったりとかして、なんとかねしのいでおります。パックもしますね。やっぱりパック中はそうですね、10分ぐらい置くんで、その間はゲームしたりとかしてますね。携帯ゲームして10分経ったら剥がしてやると結構変わるんでね。さて、そんな感じで今日のお肌の調子はね、まあまあいい感じです。山本さやかです。この番組はこんな私にいろんなお題をかけていただくという企画です。その掛け算の答えとして、どんなテーマが来ても潤いたっぷりにトークを展開していきます。あなたもかけてみたいテーマを思いついたら、ぜひご参加ください。山本さやかかける加湿器でも、山本さやかかける上限の月でも、山本さやかかける運の月でも、何でも OK です。メールはこちらまでお願いします。何か思いついたらいつでも送れるようにメモしておいてください。いきますよ。さやかアットマーククロス FM.co.jp、 さやかアットマーククロス FM.co.jp です。ラジオネームお忘れなくお願いします。受験生の君もね、いつメールなんてね、息抜きもありかなって思います。あなたの合格お祈りしております。
湘南の風、2008年のナンバー、黄金ソウルお届けしました。山本さやかかける。私はしっかり者に見えてますかね。どう映ってるんでしょうか。山本さやかかける。こぼす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 。ラジオネームやすさんが送ってくれました。山本さやかかけるこぼすをお願いします。先日ウエハースに挟まれたアイスを買いました。溶けて中身が大流出してしまいました。服が汚れてしまいました。さやかさんはこぼしたことのエピソードはありますか。さやかさんの素顔がわかる山本さやかかける、楽しい放送を続けてください。それじゃあほなね。追伸、後日同じアイスを食べ直しました。おー、ありがとうございます。関西の方ですかね。ほなねって、またねっていう意味ですね。私の場合こぼす、まあそうね、こぼす、落とすことが多いかな。よくあるのが飲み物食べ物どっちもなんですけど、こう口に入れようと思ってね、こう口に運ぶんですけど、その口のね10センチ15センチ手前ぐらいで距離感を間違えてね、口やと思ってね飲み物飲んじゃったりとか、食べ物食べようとして落としちゃったりとかするんですよね。あ、2、3センチ前じゃないんですよ。あのね、ラジオで伝わんないと思うんですけど、こう飲もう、なんかこうね飲み物飲もうとしたら地面にこぼしてるぐらいの、こうみたいな、10センチも前とこぼしたりとかするんですよ。自分でもちょっとよくわかんないんですけどね、何なんでしょうねこの感覚、なんか錯覚、距離感がねちょこちょこあるんですよね。遠近感なんかちょっと鈍いんですかね、その掴むのが人よりも。自分を疑うぐらい結構あるから友達とかにはえみたいな感じでね言われるんですよ。でも私もえって感じなんですよどうしたもんかなって感じですね。だから普通のこぼすとはちょっと違うかもしれないんですけど、そういうこともありますね。15センチ前全然惜しくないですよ。本当にただこぼしてるみたいにね、ギリギリならね惜しいなってなりますけど、惜しくもないんでねしっかりだからね、食べ物を見て距離感掴んで食べないとダメですね。衣装にね何度もこぼしてきたんでこうしてきて、こう衣装さんにね本番前に手を煩わせてきちゃったので、本番用の衣装にね、まあ、気をつけようと思って食べるんですよ。やっぱ、まあ、大丈夫だろうと思い、こうちょっと話したりとかしながら食べるんですけど、結局こぼすから、まあ、衣装で食べるのはやめましたね。衣装で食べる場合はなんかこうパーカーとかでこう衣装がこう出ないようにして食べたりとかしてますね。前かけみたいな感じですよね。こんな私にもう一つこんなメールが届きました。ラジオネームまどかちゃん。さやかちゃんこんばんは。私は昨日今までで一番高かったイヤホンを落としてしまいました。首からかけるワイヤレスイヤホン、ちゃんと首からかけてたのに。家に帰ってバッグひっくり返したり、学校や駅で落とし物を聞いたりしましたが見つかりません。さやかちゃんの今まで落としたもので一番ショックだったものって何ですか。山本さやかかける落とし物でお願いします。イヤホンね、辛いですよね。やっぱイヤホンって、まあ、ちょっと頑張ってでもいいものを買っていい音を楽しもうって思ってやっぱ買うわけじゃないですか。それをやっぱなくすって辛いですよね。どこ行ったんでしょうね、首にかけてたやつが。私はなくしてはないんですけど、イヤホンを落として、私もそれね結構いいイヤホンを使ってたんですけど、落として
それをあの目の前でね車にひかれたことはあるんですよ。車にひかれたんですよ。落として拾おうと思ったらブーンって踏まれたんですよ。こんな漫画みたいなことあると思ったんですけど、踏まれたのは、いや持って帰りましたよ、泣き殻を。それは普通に有線のイヤホンだったんで、こうちょっとくくってカバンにしまおうと思ってくくって入れようと思ったら落ちて、で拾おうと思ったら踏まれたんですよね。そうなんですよ、カバンに入れそびれて落としてこぼしたってやつですね。これもルーズなとこがあるのかな、若干恥ずかしいんですけど、カバンのチャック開いてたりとか、全開でエスカレーター乗ってて後ろの人にチャック開いてますよって閉めてもらったりとか、知らない人が閉めてくれるんですよ。そういうことも結構あるんですよ。ポケットから充電器なんか落ちそうですよとかね、知らない人が言ってくれるんですよね。数え切れないぐらい落としてきてるんじゃないっていう感じですけど、今思いつくのは時計ですね。時計って言ってもうん十万とかしないんですよ。腕時計です。せいぜい多分、あ、いや結構したな、6万円ぐらい。めっちゃ頑張って買った腕時計だったんですよ。大好きなブランド、ビビアンウエストウッド、ごつい感じのやつで、ビビアンのあの象徴するこう星のね、上がこうなんか蓋がパカって開くみたいな、ボタンを押したらパカって開くみたいな仕様になってて、革ベルトで、私革ベルトの時計が好きで、学生時代から革ベルトを使ってて、でそれもすごい気に入ってて、シルバーだったんですよ。パンクっぽいメンズもので、探したら売ってるとは思うんですけど、普通に店頭とかには売ってないんですね。それをなくしたんですよね。もう全く覚えてないんです、どこでどうなったかとか。なくしたのがどこか分かんない、ただもうどこにもないからなくしたっていうことだけは事実なんだろうなって思って、もう諦めて何年も経ちますね。出てこない。どこでなくなってるんでしょうね。本当に帰ってこなくていいから、せめてそれだけ教えてほしいですよね。そう、あそこで落としてましたよみたいな回想させてほしい、ちょっと脳内で。ではでは、ここで私の曲を。落とし物をした日ってこんな気分かな。ファーストアルバムレインボーから、山本さやか、バッドデイズ。ねえ、最低の日だね。だけど山本さやかと何かを掛け算。山本さやかかける。受験生は試験が終わったら新生活の準備も始まったりするかな。山本さやかかける一人暮らし。一人暮らし。高校3年生がくれました。ラジオネームさとこさん。山本さやかかける一人暮らしでトークお願いします。私は高校3年生です。先日無事に第一志望の大学に合格しました。春から一人暮らしをする予定です。さやかちゃんも一人暮らしをしていると思うのですが、どんなことに気をつけて生活をしていますか？ぜひお聞きしたいです。わー、まずはね、合格おめでとう。すごいですね、嬉しいですね、第一志望に合格。そっか、もう決まってる方たちもねいるんですね。おめでたいですね。受験これからが本番ってね方もいるとも思うので、そういう君たちの応援もしております。きっと大丈夫。山本さやかがね全力で応援しています。みんなが笑顔でいられますように。山本神社でねお祈りしときました。久しぶりに出ましたね、山本神社。一人暮らしね、まあ楽しいです。やっぱり一人になる分こう責任とかねついてきますけど、
良くも悪くも本当自由なんですよね。自分のしたい放題なんで、そこがね、なんかいいように行けばいいなって。自由だと思って、まあ結構遊んだりとかね、すると思うんですけど、まあちょっと心配だな、それは。お母さんの気持ちになる。まあ掃除もね、お母さん全部やってくれてたんかなと思いますよね。お風呂、トイレ。家のトイレ掃除とかしたことなかったんですよ。学校とかはあったけど、何も考えずに家のね隅々使ってたけど、そうやって綺麗にしてくれてたから心地よくね使えてたんだなとかって思って、感謝の発見がね止まらないですね。やっぱ一人暮らしするとね、髪の毛ねびっくりしますよね。女の子で長かったりとかすると余計ね、家族でいるとね誰の毛かわかんないですけど、自分一人でね結構ねこんなに出てるんだなって思いますよね。私も結構なんか抜け毛激しい方なんで掃除用具とか結構あっても困んないかもですね。コロコロ好きですね。ベッドとかソファーとかってコロコロ掃除機、まあねできるノズルのやつもありますけど、コロコロが早いじゃないですか。だからまあコロコロでね100均で買ってきてやってますね。掃除とかはやっぱこまめにやった方がいいかも。私もめんどくさがりなんですけど、めんどくさがりやからこそこまめにすることで派手に、なんていうの、よいしょってしっかり掃除しなくて済むんですよ。ペットボトルはねやっぱ溜まるんですよ。現場現場でこうねもらった500とかのねペットボトル持って帰ったりとかして溜まるんですけど、その溜めたペットボトルをまとめて捨てるのも結構快感なんですよね。ああなんかゴミ減ったみたいな一回まとめます私、はい。それがちょっと気持ちいい。他のゴミは嫌ですけどね、なるべく早く捨てたいけど、まあ、ペットボトルは別にねまあいいかなっていう。結構物もね増えてくるんでね、あの収納に対して物の量を増えすぎないようにっていうのは結構大事かもしれないですね。本当はね全然物いらないなって思うんですよ。置いてる物のなんか大半が結局は趣味とか好きなもの、必要なものじゃなくて好きなものになってくるから、そこのね置くか置かないかのね判断みたいなのがね、趣味のもの大事です。ただやっぱ集めすぎるとね、一回結構物が溢れちゃうとそっからなんか模様替えとかしたりとかその大変なんでね。でもう一つメールが届いてます。神奈川県のラジオネーム、ユージンさん、29歳の方がくれました。さやかちゃんこんばんは。私は今、絶賛ホームシック中です。私は1年ぐらい実家に帰っていないです。中学から寮生活の学校で、小さい頃から週末しか帰れない生活でした。だから慣れているはずなのですが、家族は海外にいます。電話も月1回ぐらいです。両親の手料理を食べたい、ワンちゃんたちに会いたい、抱きしめたい。ホームシックの時は何をすればいいでしょう。さやかちゃんもホームシックになりますか。山本さやかかけるホームシックでお願いします。あーそっか、ちっちゃい時からしてても寂しいもんは寂しいですよね。それだけやっぱね暖かい場所なんだろうし、その実家っていうのがね。私はね最近はないですけど、一人暮らし初めて数年みたいな時とかはやっぱ寂しかったですね。ちょっとでも日数あれば実家帰りたいっていう感じで帰ってましたし、気を紛らわせる方法か、人がいいんじゃないですかね。友達とかね、近くにいるんだったらね、なるべく友達と一緒にいる時間を作ったりとか遊んだりとか、音楽とかそうね、今は結構難しいですけど、ライブとかね、映像とかでも結構私は楽しいとか幸せみたいなその感情がね忘れさせてくれるんじゃないかな、寂しいっていう気持ちを。人と会うのか話すのか、気分転換に一人で出かけるのか、そういう楽しい映像とか映画とかアニメ見たりとかするのか、一瞬でもこうちょっと集中できるようなものが
できれば結構いいかもしれないですよね。なんか寂しいなってことを考える余裕がなくなればいいですもんね。不倫漫画とかね、不倫漫画はいいかもしれないですよ。もうホームシックどころじゃなくなるかもしれない、うん、めちゃくちゃ感情揺さぶられるんでね、気晴らしになるかもしれない。ではこのメールをくれたユージンさんのリクエストにお答えしたいと思います。山本さやかのアルバムアルファからホームワード。気分の浮き沈みなんてね、誰にでもありますよ。リラックスしてうまく逃げましょう。ということで、山本さやかかけるメリハリー、メリハリー、メリハリー、メリハリー。ラジオネームうなぎ丸さんがくれました。こんばんは、さやかさん。山本さやかかけるメリハリでトークをお願いします。大学生です。課題が全然進みません。やらなきゃと思っているのですが、やる気が起きません。家でばかり課題をやるのでゲームしたりしてしまいます。あと1回、あと1回だけといつの間にか時間が過ぎてしまいます。さやかさんは家で仕事をすると言ってましたが、メリハリはどうつけていますか？そうですよね、やっぱ家ってそうなりますよね。私もね、そうなってますんでね、追い込んでやるタイプっていうのもあるんで、よく言うとね本当はね、もっとね余裕持ってね、早くできたらね、それに越したことはないんですけど、誘惑もねありますからね、お家だったら。そういう時は私はもうとにかく部屋を片付けますね。普段なんとなくダラダラと過ごしてるままの部屋で作業をしようと思っても、やっぱいまいちスイッチ切り替えられないんで、作業部屋みたいな感じに変身させるっていう意味で部屋をめっちゃ片付ける。気持ちもね、やろうって思えるんですよね。机の周りが散らかってたりとかするとやる気起きないし、逆に綺麗にすると目につくものもなくなるから、自然と取り掛かりやすくなるんじゃないかなって。私は片付けがいのある部屋、まあそうですね、まあそんな汚いわけじゃないんですけど、物があるっちゃあるのでね、あとはまあなんて言うんだろう、義務教育とか、まあ高校生とか、まあ、大学生もそうか、学校とかでこの時間はこの勉強をする時間っていうのがそれぞれ決まってるじゃないですか、毎日。それがね、あるっていうのもすごいありがたいなって思うんですよ。自分で考えなくても決まってるから、そういうメニューが。だからまあ自分でも学校に行かない時でも、それがね、組めたら、組めてできればね、いいんですけどね。私はスケジュール立てます。自分で時間割作りますね。スイッチの切り替え方、休憩時間から、まあでもやっぱ向かうかな、机に一回5分だけでも机向かってみようって思ってね、向かってみるとね、本当案外ね集中できたりとか、いいアイデアが出てきたりとかするんでね。01がね大変で、12はもう分かるじゃないですか、みんなやり方はそれぞれ。01が大変なんでね、その01をね時間かけても仕方ないんで取り掛かる。一回無理にでも向いちゃって、逆に5分向き合って、あ、やっぱ無理やなって思ったらやらなかったらいいと思うんですよ。
でも一回向き合ってみたらできることも多いと思うんで、休憩時間あゲームとかしてます制作中にもゲームします。なんて言うんですか、大掛かりなゲームじゃなくて本当に隙間にできるようなパズルゲームとか簡単なゲーム、携帯のやつやって脳をリセットするそれはキリがいいとこまでいけばです。リセットさせるのにやります。全然ほんまになんかこうオンラインのゲームとかは制作終わったらやろうって楽しみに置いてた方が頑張れるんで、そういうゲームはやんないですけど楽しみに取っときますね。さんのバンドエコーズ、1989年のヒット「ズー」お聴きいただきました。山本さやかかけるエンディングトークは、好きな犬の種類。ラジオネームきょんねえさんがくれました。さやかちゃんは超超かわいいトイプードルのネオンちゃんを実家で飼っていますよね。私も今チワワとプードルのミックス犬チワプーを飼っています。とってもかわいくて日々の癒しです。実家では昔ラブラドールレトリバーを飼っていました。将来大きい家に住めたら大型犬を飼うのが夢です。さやかちゃんはワンちゃんが大好きと言っていましたが、好きな犬の種類、将来飼いたい種類はありますか？山本さやか×好きな犬の種類でお話聞きたいです。もうほんとワンちゃんはもう正義ですよ。変わりましたね、やっぱワンコ飼って人生というか価値観というか、大げさに言うと家族の中心になるんでね、喧嘩が減ったりとか当たらなくなったりとかね。あ、もう家族の中心はお父さんじゃないですよ。うちはネオンですね。ワンちゃんとか動物のことになるともう何でもしてあげたいってなっちゃいますね。私も大型犬ね、飼ってみたいなっていう憧れはありますけども、実家のねご近所さんでたくさんワンちゃんを飼られてるお家がありまして、ハスキーとかレトリバーとかドーベルマンとかダルメシアンとか名犬勢ぞろいなんですよ。ちっちゃいトイプーとかもねいるんですよ。お猿さんもいてお猿さんとなんかね、そのプードルちゃんがいつも同じとこにいて仲良さそうにしてたりとか、うちの玄関までハスキーが来てたりとかするんですよ。もう今はないんですけど、昔はね来てたりとかしてて、近所だから歩いてきちゃうんですよ。めちゃくちゃ可愛いなって思って遠吠えするんですよね。大きい犬は本当夜中寝てたらうーんみたいな感じで、近所のねワンちゃんがね、大きいワンちゃんが泣いてたりしてるの聞いたのは、あすごいこれがってなりました。これが遠吠えかってなりましたね。いいですよねハスキー。最近は結構ヨーキーとかヨークシャテリアとかポメラニアンとかマンチーズとかも可愛いなって思うし、まあ柴犬はね一度はね家族に招き入れたいですね。柴は好きですね、大好きですね、可愛い。大型犬だったら確か本当私よりも大きいみたいなねサイズですもんね。本当に大きいワンちゃんってバーニーズマウンテンドッグとか可愛いですよね。
自分よりでっかいのが可愛くないですか。なんかもうこうのしかかられるみたいな戯れ方をしたい。大きいお家買わないとですね。ワンちゃんのためなら頑張れる、頑張れる。さてこんなワンちゃん大好き山本彩花がお送りしているこの番組は、私に自由にお題をかけていただくという企画です。その掛け算の答えとして、ここ掘れワンワンとトークを掘り下げていきます。あなたも何か思いつきましたらぜひ参加してください。山本彩花かけるワンルームでも、山本彩花かける大豪邸でも、山本彩花かけるホーンテッドマンションでも何でも構いません。ご自由にお願いします。メールアドレス言います。さやかアットマーククロス FM.co.jp、 さやかアットマーククロス FM.co.jp です。普通のお便り、普通歌も大歓迎です。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ナビゲーターは山本さやかでした。山本さやかかけるバイバーイ。ワンちゃんとか哺乳類もいいですけど、爬虫類両生類もいいですよね。囲まれたいですね。トカゲとかカメレオンとかカエルとかヘビとか囲まれたい。